田村氏。田村氏は、坂の上の田村マロの末裔とも言われ、道の区国の田村軍を支配していた戦国大名の、氏族、豊臣秀吉の欧州市沖により改役となるが、後に、仙台藩立家の内分分家大名として再興さる。明治以降は、死者区となり、家族に列せられた。家門は、坂上市の代表門である大箱。他に、 牧龍、長、友を開門とし、再興された金世大名田村家は、伊達との縁から縦三つ引き領も用いる。通り時は、県、秋、また金世大名田村家では代々仙台藩主から、変記を授けられていた。信仰では大元水明王や十一面間ゼオン、菩薩、大釈天に深く消えした。平安時代、関武天皇より、 征夷大将軍に任命されて、江戸討伐で活躍した、坂の上の田村丸をとし、その子孫が、代々田村軍を領主してきたとされる。だが、大駅までの田村僧、田村将領主であった、田村正治家は、藤原姓であり、それ以後に、田村正治職を奪取したと見られる三春、田村氏は、田村義明が大元水明王者に奉納した、大繁屋行に、平木武氏あり。 同様に、田村清明発行文書には、平清明とあることから、平らと考えられる。なお、坂上本家の平直親は、平らを賜って、坂上姓から改正している。その一方で、両田村氏とも、坂上氏の後裔と称しており、田村正治家は鎌倉王蔵氏、三春、田村氏の場合は、カフルに見える。それはこの地における、 支配の正当性を示すものであり。なお、三春調子では田村地方が、坂の上の田村丸の光殿であった可能性を指摘しており、その子孫が、鎌倉初期まで漁したのではないかという推察がなされている。また、欧州藤原氏の関係文書には、同氏の影響下にあったと見られる坂上氏が確認でき、田村地方の坂上氏が、 欧州藤原氏の文館官僚として活躍し、源頼朝の欧州合戦によって没落したとする説もあ、もっともその場合でも、その全てが没落したわけではなく、新たに進出してきた藤原氏系や平氏系の田村氏と婚姻や養子関係によって結ぶことで一体化していったと見られている。鎌倉時代以降、田村総の領主は藤原中の欧系と考えられている。 田村昌司屋であった。鎌倉時代末期の原稿元年、1331年9月、北条高時が原稿の乱に際して、機内に派遣したうってに、田村方、武大輔入道の名が見られるが、諸根昌一はこれを、田村清常に否定している。南北朝時代に入ると、南朝方の北畠市と、北朝方の柴市、畠山市が欧州に進出するようになり、 田村僧も動乱に巻き込まれることになる。田村正治家は終始一貫して、南朝方として活動している。一方で、お春やからと称された武士団がおり、北朝方として田村正治家と対立した。前述のようにこの一族を田村正治家と同族と見るか、別の一族と見るかについては、議論がある。さらに白川雄希氏も、当初は南朝方から、 田村総の県団職を獲得し、1335年、北朝方に移った後もその立場の確認を受け、1353年、それを後日に田村総への進出を図っていた。1353年5月、田村正司家の拠点であった、宇都本城が陥落して、同志は北朝方に屈している。田村正治家は、 1396年に発生した田村昌司の乱によって、欧州の支配権を獲得していた鎌倉久保を、足利氏光や白川祐希氏の攻撃を受けて滅亡する。この乱は、田村昌司家が先に、氏光によって滅ぼされた小山氏の生き残りを山、若井沼と共に、欧州の南朝片山余勢力を結集して起こした、小山氏の乱の一環とされている。だが、実際には、 九南町方であり、白川祐樹氏の田村総進出の障害となっていた、田村正治家が欧州支配の浸透を図る鎌倉府や白川祐樹氏の狙い撃ちに遭い、そこに同様に追い詰められた立場にあった小山氏や九南町方などが呼応したのが実態に近かったと見られている。田村正治総領家の滅亡により、田村総は黒人領主の分立状態となった。彼らは、 他の先導の国人領主と共に、国人一騎を結び、外圧に対抗していった。この黒人一騎には、三春、田村氏系の一族と考えられるものが見え、以後、田村正治家に代わって、三春、田村氏が対頭していく。時代が下り、15世紀半ばには、田村直明の名が、資料に認められる。田村氏系図に記載されている人物の資料における、初見である。この資料とは、 呂武凶なる人物に対して直明が熊野シングル選達職を安堵した書状であり、直明が寮内における所領や職の安堵を認める律にあって、田村省内切手の実力者となっていたことを意味している。また、こうした田村氏の成長の陰には、当時南王の覇者であった白川祐樹氏との強い結びつきがあった。直明は、この森武氏ととも、 白川祐希氏と強く結びつき、その大官的な立場となることで勢力を拡大していった。先導の国人領主の一人に過ぎなかった三春、田村氏は、直明の孫の義昭の時代には、田村軍、田村将及び小野保つ内の在地領主を従いさせて、戦国大名化した。なお、南王における戦国大名の特色は、軍主とも言うべき一軍単位の領主を基本として、 成立し、数軍を領する者は、有力大名とされた点にある。この点、西国とは事情をこととしており、一軍程度の領主ゆえ、戦国大名とは言えないとする論議は、意味を持たない。これは、福島大学名誉教授の小林誠治も指摘する、ところである。ただし、その小林にしても、田村氏規模の勢力を、大名とも国中とも位置付けるのは、難しいとの見方から、 軍主との呼称を用いている小林大名権力の形成1978年、田村氏のあり方を再検討した佐藤喜春は、田村氏は国衆の要件に合致することを指摘しつつも、その要件を満たすのは天文10年1541年に田村隆が伊氏が伊東氏の連合軍に敗れて、伊達氏に下してから天文の乱の時期までと、 田村氏沖から海域までの極めて短期間、すなわち大名、イコール伊達氏の従属に服していた期間に限られ、その一方で、田村屋中では、戦国大名の要件と言える当主による中等生が確立されなかったことから、田村氏は、独立した勢力ではあるが大名とも国衆とも言えないという意味で、小林の言うように、軍主と位置づけるべきだと述べている。 はじめ森山城に寄っていた田村氏は、吉明が1504年に、三春城へと本城を移転した。これは、田村軍西部から同軍中央部へ本拠を移したので、あり、田村軍を平定した三春、田村氏の戦国大名家を端的表すものと言えよう。また、この竜武氏の時代には寺社に対して、おき手書を出しており、寺入りなど一部を認めつつも、寺社が持つアジール権について、 制限を加えていることは、戦国大名としての成熟を伺わせる。また、三春城下には、金の座なる場所が存在し、奮闘などが出土していることから。さらに、清秋の時代には、家臣団が各地行地に館を持ちながら、三春城下も屋敷を配慮し、城下への集中、参勤体制ができつつあったようである。領内には俗に、田村四十八館と呼ばれる市場。 デジロー構え、要少に一族一門を排した。田村氏は、牢上には向かない三春城の立地から、領内の市場を、デジロー防衛線としつつ、積極的な対外攻勢を行うことを常とした。家中には、吉明の弟で、月彩と申した田村明よりのような軍師もおり、周辺諸市からは、攻めの月彩、畑に自縛り、谷昼も田村に月彩なけりゃ、 良いと恐れられた。田村氏の向上的な支配領域は、田村六十六郷、田村省と、小野六号、小野田持及び福原村を合わせた範囲であり、最盛期は、朝香郡や足立郡、岩瀬郡、石川郡などの一部が含まれ、なお、豊臣秀吉による対抗検地までは、神高制であった。また、田村氏は、熊野新宮の寄進地形省園であった。 田村省の正辞職を掌握することによって、領内を支配したことに特色があり、田村省は戦国時代末期まで続いた数少ない省園であった。このように戦国大名化した田村氏であったが、外部には足名氏、伊達氏、相馬氏、佐竹氏、岩木氏などの周辺諸大名からの信仰や干渉があり、内部には大名権力による家中掌握が弱かったため、 独立性の強い在地領主層の抵抗、離反などに悩まされた。吉明の時代は、吉明の性質が岩木常隆の娘であったため、岩木氏を後ろ盾とし、朝香軍方面への進行を、主とした。龍武氏の代になると、仙道を南進する立氏と朝香軍をめぐって衝突し、立氏優位で和睦をした。この結果、立種宗の娘を妻に迎え、 伊達氏の支援を受けるようになり、岩瀬軍や石川軍、足立軍などへの攻勢に転じている。朝香軍へ伸びた田村氏の勢力が、伊達氏によって抑えられた形となるが、以後は、伊達氏と有効な関係を維持している。また、天文の乱で春宗派に転じた、合図の足なしと敵対した関係から、種宗派であった、相馬武の娘を、着し、清明の正室に迎えることで、 後方の憂いを立っている。清明の時代は、周辺諸氏が連合し、まさに四面楚歌であったが、伊達政宗に、自身の一人娘である愛家を嫁がせることで、伊達氏と強く結びつき、同盟関係を持つことによって、田村氏の独立と半島を意した。龍武氏、清明の時代に、積極的な対外構成に出ることができたのは、伊達氏の後ろ盾があり、 相馬氏との争いを回避したゆえとも言えよう。清明には男子がいなかったため、1586年に清明が休止すると清明の皇室を建て、家中が一致結束し自損していく方針を決板し、確認した。しかし、頼みの綱である伊達政宗と愛紀の不仲が伝えられていたこともあり、清明皇室が相馬氏の娘であった関係から、 相馬氏を頼ろうとする相馬派が、小野新町城主、田村武氏政、売雪祭とこうした竜武氏帝を筆頭として台頭し、清明の意志を尊重した手氏を頼って、愛気に子が誕生するまで自存するとした伊達派と対立した。このような中、1588年に田村良を狙った相馬義種が、田村家中の相馬派と結んで、三春城入城を企てた。しかし、 家中伊達派の筆頭、橋本明紀らにより、相馬軍は、三春城上げ土門まで登りつつも退却させれ、その後これに橋を発する氷山合戦が起こった。これは、相馬、佐竹、足名、二階堂の連合軍と、達、田村軍が、氷山にて対決したもので、相馬家と伊達家の田村領をめぐる戦いという側面が、あ。氷山合戦に勝利した、 伊達政宗は、三春城に入城した。政宗は、清明皇室を、船引き城に隠居させ、家中相馬派の三春城への出資を禁じた。そして、清明の甥いである、田村孫七郎しちを、三春城主に据え、胸の一時を与えた村宗武氏と名乗らせた。宗武氏の父は、清明と同母の弟子あらわであるため、宗武氏も、伊達氏の血を引いていることになる。これら、 伊達政宗による一連の総負けの影響力排除を田村氏起と呼ぶ。潮起の結果、田村氏は伊達家の軍事的指揮下に属し、事実上の伊達家属領となった。総武氏も田村家中も政宗へ依存したことにより明確な従属関係となったは、これにより伊達家に内包されたわけではない。1588年9月12日。 天正16年7月22日、伊達政宗は、氷山合戦の後始末のため滞在していた、宮守城にて、田村氏の3名の重臣、田村月祭、田村梅雪祭、本県特区と会談して政宗と愛希の、巫女が生まれるまでの田村氏の家督の扱いについて、協議し、翌日に3名の重臣の意向として叱るべく、 名大の擁立を求めたことを受けて、正宗が指名したのがあらわであった。名大は家督を書いた場合の家督の代行者である。総武氏を名城に任じた正宗が、田村家督を合わせて継いだと考えれば、田村氏は、伊達家に内包されたと言いうる。しかし、正宗による、名城の指定は名分に基づくものではなく、伊達と田村の力関係の上で、正宗が任じたに過ぎない。 清明が生前に望んだ、田村家督となるべき人物は、正宗と愛希の、御子であった。つまり、この暫定期間において、田村家督は、誕生を待たれる、御子に留保され、宗武氏はそれまでの間に家督を代行する、明代であった。この意味においては、実質的な田村家督であり、あえて言えば、暫定的な田村家督、三春上主であったとさえ言えよう。 宝術のように、豊臣秀吉より、小田原征伐への参陣を督促されていることから、豊臣政権からは、古来よりの大名商名であると認識されており、伊達政宗の軍事的指揮下に属しながらも、つまり、伊達優位の同盟関係から、明確な従属関係になりつつも、この限りにおいて、田村氏の独立は保たれていたと言えよう。1590年。 小田原征伐に際して、豊臣秀吉より三人の特則があったが、蒼武氏は三陣せず欧州仕沖によって改役された。これは、田村良留寿司良などと同様に、伊達良国として扱う伊達正宗が、蒼武氏の三陣を差し控えさせたことによる。改役が確定した、蒼武氏は、正宗と共に、北欧仕置きへの出陣を望み、伊達上日に伺いを立てている。 政宗は、欧州市沖に際し、田村良は、学府清明より渡され、治領同様の地であるとして、秀吉に働きかけを行い、田村良は政宗に与えられることになった。同時期、宗武氏は、橋本武氏徳を大阪へ登らせ、所領回復運動を行っている形跡が見られるが、これも不調に終わっている。政宗は、総武氏に対して、岳家の領有となったため、 所領回復も容易であろうと伝える一方、伊達家臣、白石宗座姉は、総武氏が上落し、秀吉に直訴しても、田村領有は、浅野長吉の意見に従っており、清明より、田村家の名跡を渡された、新聞欠板もあるため心配ないが、油断するなと述べ、所領回復運動を潰す構えを見せている。政宗はこれを自分に名跡を渡されたとする理論を、持って、 田村良優を正当化しようとし、結果的に欧州市沖を利用して田村良を乗っ取った形になる。伊達家より数代にわたり、当主を迎えた手市一門となっていた留守氏などとは違い、田村氏は伊達家に従属しつつも、独立大名としての意識が強く、この政宗の裏切りとも思える行為に、総武氏以下、田村家中の失望と憤ん,んは大きかった。総武氏は、 正宗の日後の申し出を断り、牛久正田賢田と名乗って、幾分金山村に陰性している。正宗より与えられた、宗の字を改めたところからも、正宗への憤満を見て取ることができる。後に、愛希の招きにより、仙台半領白石に医師、宗武氏、帝賢の息子の田村貞弘と、田村男猿は、白石上主、片倉加月綱の姉である、片倉北の名跡を継いだ。 子孫はその後も、片倉勢を称しており、平成時代の外交官、片倉邦夫国は、その一人である。主家の会役を受け、田村家中の治療権は、同年9月10日をもって否定された。これにより彼らは、田村良を去りかけに使えるか、土着機能し百姓となるかの選択を迫られた。伊達正宗は、田村家中を米沢に招き、伊達家臣として、飯抱かかえようとしたが、 乗っ取られた形となった、田村家中の正宗への不信感と反発は強かった。このため、彼らの多くはこれを断り、ガ毛氏や植杉氏、相馬氏などに主観するか、旧地行地に機能した。後には、ガ毛家の海域や植杉家の元宝によって労働し、最終的に、だって家に主観する者もいたようである。旧、田村の中で機能した者は、近世に至って、庄夜をはじめとする。 尊諾特権層を形成し、豪氏や在京求人といった待遇を受ける者もいた。実際、近世三春藩の昭野層はそのほとんどが、田村氏一族や家中官主の光栄を称している。一方、領内の王白将層には、官主の家臣、多くは、地侍の光栄を称す者も見受けられる。また、合戦の敗北による断絶ではなかったため、機能し下旧田村家中は、 敗北感を持たず、呉服で、武勇に富み、家門を称して、親方様と呼ばれた。彼らはその高い誇りゆえに、新領師のガモ氏や上杉氏の部位の前にも、容易には下らず、家中の死を軽んずる風さえを呈したという。そこで新領師は、旧田村家中を庄屋に認じ、身分を在京の私分として扱い懐従した。そのため、彼らは在地の実力者として、 大いに牽制を誇ったという。しかし、それによる弊害も多く、秋田市の入法後は、庄屋の苗字縦脇の禁止と持ち高の制限を行い、地侍的性格を否定した。一方で判明により、天群らすることもあり、支配の末端に属する藩の下級管理的な面も強かった。これらの施策後も、庄屋層の中でも特に由緒のあるのや、割と、王昭夜は、 名字立脇おめみへの特権を維持した。原禄期には在京求人制度が創設され、前述のものに加えて、神殿開発や献金、薬儀製金の賞や、大白賞層がこれに列した。在京求人は、窮知や、名字立脇おめみへの特権を与えられ、臨時の軍役が課せられることもあり、四分に準じた合資的格式であった。三春藩では在京求人とは別に、 現金による犯罪性への貢献が特に高いものが列せられる豪氏もあった。在京求人が窮地支給で町村人と別に含まれ、私分に準じたのに対し、豪氏は倉間一行支給で町村人別から外され、価値に準じた私分であった。なお、京法年間に五条にて農建物があった際に割れかしら、求人賞や、 在京求人は招待されたが、在京求人ではない平昌也は招待されなかった、事例から。これらの背景から、昨日した旧田村家中の子孫は、私分的意識を持ち続けることが多かった。中には、大名家への士官を試みる者もおり、農商の世界に浸りきれなかった彼らの心情が、現れている。なお、明治初期の反石奉還を前に、 三春藩は在京を求人、合資制度を廃止したため、これらの待遇を受けていた旧田村家中の子孫は、氏族とはならず、平民席となった。愛機の遺言により、伊達忠宗の三男宗長が1652年、岩沼三万国を分治され、田村宗長を名乗って、田村家が再興される。後に、一の関に移り、一の関藩となった。この近世大名田村家は、 伊て六十二万国のうちに三万国の領地を分与された内分分家大名であったが、幕府に対して直接区役を果たし、古代大,大名格となる。初代一の関藩主、近世大名田村家としては二代、田村県県は奏者番として江戸城に出資し、浅野長典の人情事件、阿公事件に際してその身を預かり、邸内が、 朝野の切腹処分の地となったことでも有名である。再興された田村家は幕末まで一の席を領し、宗長の血統が断絶した後もその弟の伊達、綱宗や伊達宗草の子孫が養子入りして続いた。明治以後は家族礼によって死者区に列せられた。なお、歴代当主は本家の伊達宗家、仙台藩主から返記を授けられた。武蔵七島に属す、西島に、 田村氏がある。玉川の海域を統治していた草薙氏を外する地方豪族である。一族には小川氏、立川氏、中野氏、柚木氏、稲毛氏、平山氏、田口氏、西氏、ゆい氏、高橋氏などがおり、活躍した武将も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。